起用なんかも交代選手の起用なんかも含めていろいろ含みは出てくるものでしょうか。まあ、そうですね、まあ、今できるっていうこと、今できることっていうことが一番のテーマと、あとコンディションですよね。はい、思わせぶりに晒した藤井は1回下げます。野上の縦パス抜けて浅野、トラップから右足で打ちました。しかしながらこれはオフサイドディレイ、旗が上がりました。一つ下がって東京の選手たちが少しプッシュアップしたところ、まあ、ギリギリですけどね、はい、であそこの最終ラインの駆け引きは浅野も得意ですから、惜しかったと思いますね。はい、人数合わせて広島の方も圧かけてきてますから、はい、おっと逆に前でプレッシャーをかけて敵陣で取って、アダイウトン、アダイウトン、松木のところで引っ掛けてジュニオルサントス、振るか、ちょっとコースはない、外側から思い切って狙ってきました。際どい形になりました最後、まあ、サイドネットに飛んでいったと思いますけど、まあ、受けてからシュートまでもスムーズでしたし、矢部がいる、アダイウトン、今野止めて右足で打ちました。また今野だ、決定機 FC 東京、まあ、今野ですね、はい、うん、まあ、やっぱ調子いい選手、塩谷か、塩谷が展開します。藤井です、さあカットイン、藤井左足取りました、スオビーク、森重まで伸ばしてきました。まさにピンポイント、三田の左足、森重左足の精度高いですよ。まあ速いボールに対してマークは疲れてますけど、まあ当てるのも上手ですし、少し手でスペース瞬間的に確保して流れてきたボールに対して、まあ、素直にヘディングしてるんですけど、まあ、いいとこ飛びましたよね。はい、まあ、今までそのアシストした三田のプレスでミスを誘ってディエゴ・オリベイラ、後ろから阿部、シュートが来た、足に当てた、ナイスキーパー林、アダイウト畳みかけました FC 東京。今度はキックオフ直後からのハイプレーになった選手たちがやっぱりまず最初に反応してボール奪って、はい、奪ってからの1本がオリベイラに入って、また追い越して、でシュートまでと、で跳ねたボールに対してもしっかり反応してインサイドで流し込むと、だもちろんいいところに行きましたし、最後は佐々木の股かな、はい、まあ、反応した選手たちがやっぱり青いユニフォームが多いですよね。ですね、まあ、綺麗に最後は行かなかったですけど、ここに対してもアダイウトンが反応して、まあ、正面ではなく一番際どいサイドに行って、どっちが蹴るのかちょっと予測しにくい、間合いから野津田、野津田が狙った、ギリギリで触りました、スオビーク、落とすイメージだったと思いますけどね、はい、少し正面に来ましたけど、これはラフに蹴ります、荒木は前につけました、ちょっと浮いてるんでディエゴ・リベイラがプレッシャーをかけます、長いで取る、さあチャンス、塩谷のパス抜け出した、チャンス決定的な、鮎川打ってきた、入ったばかりの鮎川、サイドでラストパスですね、キーパーが出てきたところまただと思うんですけども、鮎川よく決めましたね、まあ、外し方も上手でしたし、このラストパスも丁寧でした。まあ、ギリギリまでスオビクの動きも見てますし、見てますよね、しっかりね、はい、まあ、またですね、ファイナルホイッスル、 FC 東京、ファクティッタム、กด Subscribe ช่อง YouTube J-League International ด้วยนะครับ Like, subscribe, get push notifications. Like, subscribe, push notifications.